はありがとうございます、2階で現在展示させていただいております美術作家の平野小夜子と申します。本日からおよそ3週間にわたって、2階の方で展示をユリアさんと二人展をさせていただいております。今回の展覧会のテーマが、再出発ということになっております。最初にユリアさんと展示を初めてしたのが1年前で、1年前は、テーマが心の中の拠り所というものだったんですね。で2回目が、その次にさせていただいた時のテーマが心の解放で、今回が再出発ということで、ウクライナから、戦争を逃れて京都に来られたユリアさんが最初は傷ついた心を持たれていたと思うんですけれども、ここ日本京都で自分の心の拠り所を見つけて、そこからアーティストとしてまた再出発される経緯といいますか、その時間を共に過ごせたことは私もとても嬉しく思っておりますし、そこには作品を見ていただいたり支援されている皆さん の存在もなんかあってこそだと思いますので、これからもユリアさんのアーティストとしての活動を、はい、支えて応援していただければなと思います。展示は3週間こちらホテルオクラさんの方でさせていただきますので、ぜひご覧になってください。本日は本当にありがとうございます。